ヤクザというと人は何を思い浮かべるだろうか。怖い、関わり合いたくないと思う人が大半だろう。その原因は何か。その原因の発端はヤクザの起こす抗争事件である。ヤクザの抗争の歴史は古く、ヤクザと抗争は切り離せない。戦後、ヤクザの抗争には一般市民が巻き込まれることも多くなり、ヤクザという存在は社会悪として位置づけられるようになっていった。ヤクザの抗争の原因はしのぎとメンツである。勝負、勝負。パート1でも紹介したように、もともとヤクザは幕と敵や愚連隊の3つに分けられていて、縄張りもそれぞれ独立していた。そのため幕とは自分たちの縄張りを守るため、敵屋は庭場を守るために戦い、幕とと敵屋の間で抗争が起こるようなことはなかった。敵屋の露店と違い、幕との博打は私たちにはなかなか見る機会がない。実際に博打にはどのようなものがあるのだろうか。昔、全国で一般的に行われていた賭博といえば、長藩、チンチロ、株などである。ヤクザには各地方で異なった主流の賭博が存在する。九州ではタブ、関西では本引き、本引きの中には手本引き、再本引きがある。やったやった、はい、やった、はい、やってくださいよ。姉ちゃん、これやってくださいよ。みこや、はい、コマ揃いました。見てください、やった、当たり当たり。うん、マジで、おめえはさっきからは、あ、やめてください。うんだ、それ、はい、あります。うんとかねえな、さあ、はった、さあ、はった、さあ、はった、おめえら、イカサマしてんじゃねえのか、おねえら。おい、なんだ、ちょ、おい、なんだ、おい、おい、出てこい、うんだ、うっせえ、おい、うっせえな。ガクトにとって、自分たちの賭場を荒らされることは組のメンツにも関わる重大なことなのである。やめてんじゃん、こら、こら。こういった抗争は実際にはいつからあるのだろうか。それはやはりヤクザが生まれた江戸時代に遡る。人の集まるところに金も集まり、人と金の集まるところには争いがつきものである。その昔のヤクザの抗争は、よく映画などで見られるように、果たし状を渡し広場に集まって決闘するというようなものだった。抗争には大きく分けて2種類ある。組織との抗争と内部抗争である。内部抗争は表に出ないことが多いため目立たないが、実際には割合から言うと内部抗争の方が多い。抗争のあり方は戦前と戦後では全くと言っていいほど異なっている。その理由をいくつか挙げていこう。戦後の抗争の特徴の一つに、第三国人との抗争が挙げられる。これは敵屋の庭場を争って起きたものだが、この抗争に関しては警察も市民もヤクザの味方についているという傾向にあった。戦後敗戦によって
戦前、沖縄にはヤクザという存在はなかった。沖縄はその独特の文化や社会の母性の強さのため、優しさとおおらかさに包まれており、ヤクザの育ちにくい環境にある。その沖縄にヤクザが生まれ、約50年にもわたる抗争を繰り広げるようになった最大の原因は第二次世界大戦にある。沖縄での上陸戦は人類が体験した最悪の地上戦の一つと言われ、ありったけの地獄をまとめた戦場と呼ばれた。昭和19年末の沖縄の人口は57万2000人。それが終戦後には32万7千人に減っていた。実に住民の約 43% が戦争の犠牲になっているのである。そして終戦を迎えた沖縄を待っていたのは決して楽とは言えない収容所生活であった。当初収容所には建物もなく、ただ鉄条網を張り巡らせただけで、住民のほとんどは栄養失調で、病人や負傷者も少なくなかった。米軍から配給される食料や衣類などの生活必需品も十分ではなく、何もかもが不足していた。毎日何人もの住民が力尽きて死んでいく。その遺体は浜や野原に埋められた。沖縄の住民全体が捕虜の扱いを受けていたのである。そこで命がけで米軍の倉庫から食料などを盗んでくる者が現れ、彼らは戦火アギャーと呼ばれ、沖縄ヤクザの走りとなった。こうしてヤクザの生まれた沖縄では抗争は第5次抗争まで続き、それは約50年にもわたった。沖縄ヤクザは単一組織で、二次団体以下に組織が分かれていないため、一旦抗争が発生すると直接本体と本体がぶつかることになり、共倒れになるか、どちらかが完全に潰れるまで死闘を繰り広げることになるのである。抗争には一般住民も巻き込まれ、警戒中の警官や高校生が組員と間違えられて殺されるというような事件も起こった。抗争の原因には戦後の沖縄の特殊な状況も大いに関係している。戦後から米軍相手の商売でしのいできている沖縄は、ドルから円への切り替え、沖縄へのリゾート産業の介入など、時の流れにも大きく左右されてきた。戦後から50年にわたった沖縄抗争も1992年に終結され、その後抗争が再燃することはなく、現在まで平和が続いている。沖縄と同じように長く抗争を続けていたのが広島である。広島の抗争は25年抗争と呼ばれ、死者37名、重軽傷者66名を出した大抗争である。沖縄や広島で抗争が巨大化した共通の理由の一つに、米軍基地が置かれたことにより武器となる銃などが手に入りやすいことも挙げられる。戦後このような抗争が増えたのは、敗戦により崩壊していた行政、警察権力の体制の立て直しが大きく関係している。競馬、競輪などの公営賭博が盛んになり、幕府は賭場をなくし、道路交通法などの規制によりしのぎを失った彼らは、闇金や覚醒剤の売買、債権取り立てなどでしのぐようになり、幕とも敵屋も利権が一致してきたため、他人のものに手を出さずには生きていけなくなり、争いが頻繁に起こるようになる。
先生。しかし近年のヤクザのしのぎの一番わかりやすい例は爽快屋のように仇と利権を分け合うものである。このように近年のヤクザは仇と巧妙に絡み合いながら生きている。以前はヤクザと仇は全く別の世界にいたが、法律によってヤクザの世界が狭められ、ヤクザも仇の世界に歩み寄らざるを得なくなった。仇もヤクザを自分たちの用心棒代わりにとうまく使い、その結果、法外な金がヤクザに渡る。ご苦労さん、失礼します。時にはヤクザを使って暴力を振るわせ、物事を解決しようとする。すると今度は相手側のバックについているヤクザが報復してくる。それが表から見るとヤクザ同士の抗争のように見えてしまうのだ。過去にはしのぎのため、メンツのためと争いを起こしていたが、今では原因のほとんどが金である。しかし仁義の世界に生きようとする彼らはあくまでも俺たちは頼まれたからやっているんだという大義名分のもとに生きようとしている。過去、果たし状を出し決闘を申し込んでいた侍のようなヤクザは今はもういない。法律の隙間をかいくぐり、ゲリラのように相手を襲う。完全に社会の裏側に追いやられてしまっているようである。ヤクザたちは今追い詰められている。さまざまな行政の改革によりしのぎを奪われ、法律によって行動を制限され、身動きが取れない状態に陥っている。加えて今や世論はヤクザを社会の不必要要素と排除しようとしている。実際に昭和30年代には5000を超すヤクザ団体が存在していたが、今では24の指定暴力団が存在しているだけである。変わったのは周囲の環境だけではない。ヤクザ自身も変わっているように思える。かつてのヒットマンたちのように何の報酬も求めず、国のためにと命と時間をかける者もほとんどいない。仇衆には迷惑をかけないというヤクザの美学も薄れていき、仇相手に悪どい商売でしのぎを得ている者もいる。賭博場も露店も、そして用心棒という仕事さえも警備会社に奪われた彼らの最終手段なのかもしれない。しかし一方で義理事を何よりも重んじ、義理と人情に生きるという人教道を貫き通そうという武士の精神は未だに健在のようにも思える。ヤクザを取り巻く環境はこれからも厳しくなる一方であり、彼らにとってますます生きづらい世の中になっていくであろう。その中で彼らはいつまで古き良き日本の心を持って生き続けられるのであろうか。それともやはりヤクザは社会悪として闇に葬り去られるべきものなのであろうか。